こんばんは。この時間眠すぎる。メイク変えましたか？まだメイクしてないですよ。これからです。今からだよ。ゼロ。これね、なんかさっき顔に手をついてなんかゴロゴロしてたから、あれ腫れてるだけ。こんばんは。まだすっぴんです。メイクしてません。なのでメイク変えてません。四五話です。リップがない。私の赤リップがない。どこやったっけ。あった。そう、2月今日で最後なんですよ。7時過ぎまでに顔を完成させます。顔と髪と。透明感あります。ありがとうございます。ってことで、まずすっぴんですので化粧水からやっていきます。ちょっとなくなってきましたね、化粧水。ね、こんな時間からメイクすることあるみたいな。はい、ってことで化粧水は終わりです。リカは当選しました。お、もう登録が出たんですか。早い。こんばんは。ってことで続いてファンデーションもやっていきます。もう出たんだ登録。ね、SS 席とかはやっぱ倍率が高かったんだね。落選あんまりないのかな、席。ということでこんな感じかな。まあざっとですね、ざっと塗りまして。こんばんは。
いてお粉。今日はファンクラブ選考。昼の SS 席当選しました。だってすごい、結構外れてるのにやったじゃん。当たりじゃん。ということで、顔の顔は完成、顔完成っていうかファンデーションとか下地は完成です。次は眉毛いきます。眉毛他全部落選？リカワとかってこと？続いて眉毛。お腹いっぱいすぎる。今日はね、天津飯もね食べたんですよ。ちょっとおでこ、苦しすぎる。こんばんは、こんばんは。なのかな。ちょっと眉毛を描いております。しばらくお待ちくださいませ。ファンデーション塗ったよ。さっきどっか行ってた？塗った塗った。早いんよね自分のメイク。もうファンデーション系は全部終わった。私ね10分あったらねメイクできるんですよ。だから寝起き10分で家出れるよっていう。喋ってたらね時間かかるんですけど、20分ぐらい。普段は10分もかからんかな。もしかしたら5分ぐらいで終わってるかもしれない。ファンでざっと塗って眉毛描いて目をやったら終わりなんで、5分ぐらいあればできる。眉毛完成10分もかかってないかも。そう昨日もねパジャマでゴロゴロしててさ、なっちゃんが待ちいるって言うからさ、ざっとメイクして飛び出た家を。すぐ、あとはだってアイシャドウとアイラインとまつげやったら完成なんで、はい、まあ5分ぐらいですね。最速何分で出たことありますか？メイクしなくていいのはいいんだったらもう普通に5分とか。メイクしなきゃだったら10分あれば出れます。もうファンデーションと眉毛終わったんで、あとはアイシャドウとアイラインとまつげですね。起きれば10分で家出れるよ。ヘアアイロンは絶対しなきゃいけないから、起きてヘアアイロンして出れます。朝配信とか寝起き5分で始めてるじゃん私。
55分に起きましたとか言うて、もう寝起きで出れます。はい、アイシャドウ終わり。こんばんは。家に帰ってきた。帰りなさい。最近美容院行ったって。まだ行ってない。え、行こう、行きたくって。でも3月7日にポニーテールしたいから、あの3月7日終わってから行こうって思ってます。3月7日の公園でポニーテしたいから、ちょっとまだそれ終わってから美容室に行こうと思います。ポニーテールは髪が長ければ長いほどいいので、まだ切れないですね。そう、最近ポニーテールやってないからやろうと思って決めてます。だから美容室は3月7日以降に行こうとは思ってます。目が乾燥する。はい、アイライン完成。はい、さ完成しました。アイライン、ナチュラルメイクすぎる。あとまつげ、6周年ね、めっちゃ落選したって言ってる。みんなも SS 席の倍率が高いんかもしれんか、枠が少なかったか。スペサポさんの枠が少なかったとか。周年コンサートって結構変えるイメージあったから、ギリギリまで枠が少ないんだろうな。スペザボ、
ャポさんの枠が多分少ないんだよ。6周年普通に広いと思うから全然。こんばんは。前10列しかないって。じゃあ少ない。ウェーって。でもいっぱい席あるでしょ。 A 席とかをしたら広いよね。こんばんは。ね、席にこだわらなければ全然当たると思う。まだ1回目の応募だし、当たる場所が少なかっただけで枠数が。これからファンクラブ選考と一般もありますし、まだまだありますよ。チャンス残ってる。まだまだ。近くで見たい。でも周年コンサートはさ、結構近くで見れないじゃん。普通に普段のさ定期公演とかならわかるけどさ、近くで見たいっていうの。周年はさ広いコンサートでやってるから、なかなか近いところで見るのは難しいけど、それはそれで楽しいし。ね、広くて大きい、もう盛大にあるコンサートだからさ、遠いのはね、そう仕方ないんですよ。近くで見たいっていうんだったら、あの普段の公演とかが結構近いのでし、全然その最前とかもありえるし、普段の定期公演とか来ていただけると。こんばんは。はい、ってことで、まあ顔は完成ですね。こんなもんですよ。喋らんかったら5分で終わるメイク。公演とかはもっとちゃんとするよ。鼻筋とかシェーディングとか。でもいつもこんなもんです。ホットビューラー使わない。何の音？うどむさんギフトありがとうございます。そう、坂さんとかと比べたら STU なんかね、めっちゃ近いからね。どこでも近いよ。そうなんよ。
コンセント入ってない。エディオンが近くていい。そうね、でも私は見に行く側だったらなんか遠いところがいい。なんか広い会場でちょっと遠いところで楽しみたいタイプ。なんか近いところでちょっと 見るの嫌だな。見られたくない、バレたくないっていうか。たくさん人がいる中に紛れてみたいタイプなんで。こんばんは、こんばんは。まあ最善も嬉しいけど、なんかちょっと遠いところからとかでも全体見れるし、どこでも嬉しいかもし、なんか見つけてもらえんくてもなんか嬉しい。めっちゃわかるね。わかる。そう、普通にパフォーマンスとかライブを見たくて言ってるから、まあまあまあ普通に入れてね。そうそうそう、その場にいるだけで満足できる。どこでどこの席だろうが、お顔も見えなくてもまあその空間にいるということだけで。最善の路線とか気まずくない？なんか気まずいって思っちゃう。わかんない、座ったことないから。まあ見やすいだろうね。そんな見られたくないな私。あの最善に座ってアイドルに。最善路線ちょっと気まずい、ね、みんなに見られるってことじゃん。坂道ファンクラブさん、ギフトをありがとうございます。ちょっと髪の毛巻くときは集中してしまう。
ってる人と推しを交互に見ちゃう。ちゃんと歌ってる人も見るんだ、推しだけじゃなくて。リラックもありがとうございます。リラックも、キヒコさん黄色い鳥をありがとうございます。大変すぎる髪の毛巻くの大変すぎー。大変すぎですか。わかんないよね。この大変さ。160度です。ストレートアイロンは180度。カールは160度やってます。焼肉できそう。160度。松さんリラックマンありがとうございます。はい、片方できました。やっとやっとござ次右側、次右側です。地道な作業。まあ急いだらね5分ぐらいでできるんですけど、この前のお話し会5分でやったし。そっち側にカメラに向ければそのままでもって、うまいこといくかな、そんなくだらないと。
ショールームならさ、なんとかなりそう。それ映さんかったらいいって答えろ。半分くだらないとだからな。よいしょ。メンバーで一番メイク早い、でも田中美穂とかも早いですね。でも早い方ですね多分。何したらいいんだろう、他にメイク。リンゴに持ってかれないように活躍してくださいなんて謎のプレッシャーがけ。何するんだろうね。まあでもどうなんだろう。色紙何書くんだろうね、あれ何書くんだろう。よいしょ、前に出てくる。メイク品のこだわりはないです。でも結構ね、最新のなんだろう、流行りに乗ってるっていうか。やばい、喉痛くなってきた。こんばんは。花粉症は今日大丈夫ですね。なんでだろう、今日は大丈夫。アースタバ11回目、そうです。今日はね、スタバじゃないわ、花粉あんま飛んでなかったかも。スタバの頻度早いよね。3日前に飲んだの。こんばんは。そう、でも1月31日も飲んでるんですよ。月末飲みがち。スタバ飲んだらね、頑張れるから1日頑張りたい時とかに。跳ねすぎた。
頑張りたい時とかなんか幸せな気持ちになれるからさ。今日も飲んだよ。ね、だからちょっとハッピーになりたい時とかに飲みがち。月末飲みがちですね。だから多分よしってことでヘアオイルちょっと耳たちがたくさんハッピー。こんな感じかな。いい感じじゃない？ちょっとヘアオイルでねまとまりを出したらいい感じになります。ヘアオイルは何使ってるの？これです。わかんないけど薬局で買った。うどもさんギフトありがとうございます。イエーイ。な感じですね。前髪もつけたらベタベタになるから服これじゃないです。着替えますよ。ネックレスあるけど服これじゃないよ。ここの横毛が欲しいんですよね。早く美容室行きたい。こんばんは。お気に入りの美容師さんとかいないですね。そもそもなんか2年前ボブにして髪を伸ばしてたので美容室にあんま行かなくて、広島で、ね、もう10回ぐらい行ったんかな。けど結構変えるんですよね美容室。だから固定の美容師さんいないです。適当に、なんかしかもすぐ行きたくなる人なんで、なんか1週間前から予約とかじゃなくてスケジュールも前日に決まったりするから急遽行けるところにいつも行ってるんです。今日行けるって探して。だから全然固定じゃないからないです。そんな変えてるっていうか急遽行けるところに行ってるの。なんかだからホットペッパービューティーとかで今日行けるみたいなところで探して空いてるところとかに行ってるんで、同じところにはあんま行かないからですね。そう、結構切りたいって思ったらすぐ切りたくなるので、もう今行けるみたいな感じで、そう飛び込みで行ってます。1週間前とかで予約しない。そう、結構遠くても2日前とか予約、そう2日前とかに、早くて2日前予約とか。結構行きたいと思ってすぐ探すんで、そうなんですよ。
しかも意外とあるけんね、それで行きたいと思って明日行けるところみたいなんで探しても全然あるから、そう、そう、メイクさんはね、でもヘアセットなんよね。髪切ってもらえるんかな、美容室やってるわけじゃなくてヘアセットをやってもらってるから、いつもメイクさんって髪切るってなったらちょっと違うかもしれない。こんばんは。少し時間があるからメイク足そう。こんばんは。美容室選ぶの何重視しますか？本当に考えてない。近いと空いてるかですね。近いのと空いてるかです。文吾さん、かわいいギフトありがとうございます。地元は行きつけあるよ。地元はね、広島はない。初めての美容室だと思ったら2回目だったことはないです。それはない。履歴も見れるし、でも2回同じとこ行ったこともありますよ。あのまつげパーマとかだったら、毎回違うと説明、でも同じとこ行った方が説明難しい。だってもっと話広げなきゃいけないじゃん、最近はどうなのみたいな。だから1回のその学生ですぐらいの会話で終わらせて変えた方が、そっちの方が楽です。同じところに行く方が難しい。まあ覚えてないだろうけどさ、来年から大学4年生じゃなくなるや、どうしよう。大学4年生めっちゃ便利だった。広告関係とか、そう、髪巻いてます。美容室の人はみんないい感じの人でしたかって。でもなんかこっちがあんまり喋りたがらない雰囲気を出してたら自然とやめてくれたりしますね。あの話を察してくださって。あんま記憶にないな。そう、さしてくれる。そう、
何系に就職されるんですかって、あ、まあなんか、まあ地元なんですけどみたいな感じで濁そうとしてたら、なんか、あ、そうなんですねみたいな感じで終わらせてくれる。すべての質問に別にで答えれば察します。確かに、あ、別に、なんかあんまなんか聞いたらダメなんだなっていう雰囲気を。最近美容室行ったのはもう11月とかなんで、でもそこは会話なかった。愛媛なんですけど何も聞かれなかったね。何されてるんですかとかも全然聞かれなかった。髪染めないんですかは結構聞かれるけど、あ、そんなプライベートのこととか聞かれなかったですね。髪染めないんですかはめっちゃ聞かれるね。珍しいよね、だって黒髪って。こんばんは。犯人は終わらなきゃいけない。あ、やばいやばい、充電してない。ちょっとあと10分充電しとこ。今日目いい感じ。もいい感じ。目がなんか釣り目っぽくない？今日まつげたくさんあげてるからかな。ちょっとなんか釣ってる目憧れるんですよ。いい感じ、いい感じね。今チーク探してるところ。そう、最近まつげ美容液をねちゃんと使ってて、まつげ見てめっちゃ伸びてる。ギャンギャンです。そう、ギャンギャン。くだらないとまで長い？9時からでしょ？すぐじゃん。走って行っちゃダメよって。走んないよ。走る意味がなさすぎる。カラオケ配信は10時過ぎぐらいかな。帰り次第やるので、はっきりとは分かんないですけど、何時に帰れるか。帰り次第って感じですね。できるかな。10時半ぐらいかな。分かんないけど。リンコだから声張って喉に負担ありそうかな。元気かな、リンコ。くだら、くだらが欲しいになる。まあね、ダメだもん、くだらないっていうコメントはいい気持ちにならないから。
髪の毛メイクかけたのねって。そうカラオケ配信はもう寝てると思われる。おやすみなさい。固形の口紅はあんま使わないですね。ティント、これコンビニで買ったの。この前リップを忘れて家を出てしまって急遽コンビニで買った。かわいい。カチューシャか。カチューシャはないな。変なカチューシャしかない。ひな祭りのインテリアのご予定。ひな祭りのグッズは何も買ってないですね。ひなあられでもまた買ってきます。節分の時みたいに。ひなあられ、そろそろ買わなきゃだよね。近いうちにひなあられ買います。ね、そろそろ終わろうか。準備完璧、完璧ちゃんです。ということで、団長13位エレメンツさん、12位ミニマロンさん、11位理化学研究所さん、10位ルイさん、9位アキアンさん、8位おてもちゃん、7位ミキヤさん、6位かきひこさん、5位ヤスルパンさん、4位ズリボーさん、3位村吉さん、2位どんちゃん、1位うどむさん、ありがとうございました。です。ということで9時からはくだらないと、10時過ぎぐらいからまた配信もやりますので、起きてたら来てくださいってことで、行ってきます。私は終わります。またねー。